12月ガガガ文庫の新刊が発売されました。続刊の方にはアニメ化が決まった負けヒロインや個人的にめちゃくちゃ面白いミモザの4巻と氷結霊城の2巻が発売されましたが、続刊の方は1作品ありました。これがね、非常に雰囲気があって気になってた方多かったと思います。こちら読んだので感想を話していきたいと思います。評価はいつもの5段階でやっていきます。よろしくお願いします。というわけでこちら15光年より遠くない僕の評価は5ですね。予想通り良かったですね。面白いというより読み応えのあるストーリーだったなって思います。個人成績でトップを取るぐらいエースパイロットだった主人公のリク。そのあまりの天才的な操縦技術に周りがすり寄ってきたり、または排除しに来たりするかもしれないと言われるんですよね。リクはそんなしょうもない世界から何光年先へも飛び立ちたいと思ってるんですよ。そんな中、観測史上最大規模の太陽フレアにより通信やインフラなど全て手が止まった日本。そんな日本の東京でリクは初恋の女性にそっくりな女の子を見つけると。話してみると初恋のマーキュリーの妹であるビーナスだったと。そのビーナスはなんか焦ってるんですよね。するとどうやら姉のマーキュリーに命の危機が迫ってることにリクは気づいて、初恋の女性とぐちゃぐちゃになった世界を妹のビーナスと二人で救うために動き出すというストーリー。この作品は一貫して自分にとっての優先度について考えさせられる話でしたね。リクは自分の操縦と同じく周りを置いていくような性格なんですよ。宇宙飛行士という夢に向かって周りの大切なものを犠牲にしていかないといけないと思ってるんですよね。それと対照的にビーナスは大切なものは犠牲にせずとも努力で掴み取れると信じてるんですよ。大切なものを犠牲にしたリクと大切なものを守りながらもいけると信じてる若いビーナスっていう対比が強く描かれた前半部分でしたね。リクはビーナスを若い考えだなで一周できればよかったんですけど、子供らしい純粋さとまっすぐさで突き刺してくるその感じがちょっと昔の自分に重なってしまうんですよ。世界を知る前の自分とでも言いますかね。初恋の妹というのも相まってどうにもほっとけない。正直最初のあらすじでリクを主人公として喋りましたけど、二人とも主人公ですね。むしろ成長具合で言えば圧倒的にビーナスが成長した話でした。自分の姉に命の危機が迫る中で、周りの都合なんか関係なく自分の大切なものを優先するのが当然だと思ってるんですよ。きつめに言ってしまえば、周りの苦しんでる人より自分の範囲内の人たちを優先しますよということですよね。この考えがリクとか、あと他のキャラと絡んでいくことで変化していくと。異常事態が起きてる世界だし、姉のために必死だからこの考えも十分読んでてわかるんですよ。わかっていても僕も大人なんで一貫してリクと同じ考え方で読んでたんで、終始このビーナスちゃんにはイライラしましたね。ビーナスちゃんのまっすぐさにイライラしてる自分の幼さにもイライラしました。結局読み終わって頭もいいし心に芯があって魅力的なキャラに成長して大好きなキャラになりました。そして前半と後半で読み応えがガラッと変わるんですよね。後半は他人と手を取り合うのは決して弱さではなくて強さなんだと。そうやって乗り越えたみんなが今持ってる武器を全部使って日本の危機に立ち向かっていく様子は圧巻でした。リクは見失いかけてた道を再び見つけたらもう止まらなくなる感じが最高にいいですね。本当にかっこよくて魅力満載な主人公でした。その他のキャラも含めてみんな不完全というか欠点があって、それをしかも克服するんじゃなくて飲み込んだ上で一段階人間として成長するところがしっかり描かれてて素晴らしい話だったと思います。気になった方はぜひ読んでみてください。というわけで12月ガガガ文庫の新作最速レビューでした。読み終わったその熱量で喋ってるんでまとまってなかったらごめんなさい。こういうちょっとストーリーになんか世界の危機とかそういうのが入ってるやつは中身の核心に触れないように面白さを伝えるってなるとやっぱこうなっちゃいますね。本当に面白かったです。おすすめです。こちら概要欄に購入リンク貼っとくので気になった方はそちらから購入してみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いろんな動画出してるんでね、ぜひとも別の動画も見ていってください。というわけでそれじゃあ